ジョン・エル・ホールは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの24番艦。艦名は、ジョン・レスリー・ホール提督にちなむ。ジョン・エル・ホールは1978年1月23日に、FI-78 プログラムの一部として、メイン州のバス鉄工所に建造発注され、1981年1月5日に、寄港する。 1981年7月24日に浸水し、1982年6月26日に収益した。なお、収益当初はネームシップ同様の単船体として建造をされたが、後に船体延長回収を受け、浮きのような諸言を備えるようになった。2005年8月、ジョン・エル・ホールは、ハリケーン・カトリーナを酒母校のミシシッピ州パスカグラ、 から、姉妹艦のスティーブン・ W ・グローブスと共に出航した。パスカグーラ海軍基地はハリケーンによって、甚大な被害を受けた。2005年6月30日時点で、ジョン・イル・ホールは、デビッド・ A ・ガイスラー艦長の指揮下、第14駆逐戦隊に所属し、ミシシッピ州パスカグーラを母校としていた。2012年3月9日に退役した。ありがとうございます。